こんにちは。身分の証明と島へ上陸する目的を教えてください。あ、もちろんトーマさんは結構です。皆さん見ないお顔ですね。どうしたんですか？お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。規則に沿ったものではなく、そのような個人的な事情が理由ですと、原則として通すわけにはいきません。だ、おいらたちは。すみません、やはりお二方には。これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。おい、あるならもっと早くに出しとけよ。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪い。そうでしたか。書類に問題はありません。離島へようこそ。これからどこに行けばいいんだ？音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。離島に滞在するなら音楽観察で滞在手続きを行う必要がある。なんか聞いただけで厳しそうなとこだな。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。この言葉からもわかると思うけど、鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ外国人が簡単に受け入れられることはないんだ。たとえそれが異邦人居留地のあるこの離島でもね。君の覚悟は気に入ったよ。俺たち気が合うんじゃないかな。じゃあ行こう。音楽観察へ。